フィアットバルケットアンドレアス・ザパティナスはギリシャ、アテネ出身のカーデザイナーである。ザパティナスはカリフォルニア州パサデナのアートセンターカレッジオブデザインで学び、1986年に卒業した。彼は1988年から1994年までフィアットチェントロスティーレで働き、そこでクリス・バングルと出会った。彼は フィアットバルケッタのチーフエクステリアデザイナーを務めた。彼はまたクーペフィアットとアルファロメオ145にも貢献している。1994年、彼はバングルの後を追って BMW へ移籍し、1998年にはミラノ近郊のアルファロメオチェントロスティーレのチーフデザイナーになった。この時の彼はアルファロメオ147のリアエンドのデザインを手掛けたことで知られている。 スバルトライベッカ2002年、ザパティナスは、富士重工業に、アドバンスドデザイン担当チーフデザイナーとして入社した。スバルでは、最初に、R2 で、後に、BQ トライベッカとインプレッサにも導入され、論議の的となった、スプレットウィングスグリルとともに、しばしば記憶されているが、スバルによればこのコンセプトは、ザパティナスが入社する前に提案されたものだとされている。 論議を巻き起こしたこのデザインはスバルによって破棄された。この論議はザパティナスが2006年7月にスバルを退社したことと関係があると言われている。スバル退社後は中華人民共和国の自動車メーカー、長安義社のヨーロッパアドバンスドデザインオペレーションディレクターに就任した。ありがとうございます。